はい、ゆかです。今回はですね、携帯キャンバーを使ってインスタグラムの投稿を作ろうということで解説していきます。キャンバーですけども、ホーム、デザインメニューというのが下にあるんですけども、ここから何かデザイン作りたいものがあったら選んでいきます。今日はインスタグラムの投稿というところを選んでみたいと思います。インスタグラムって選んでいくと、ではですね、こんな感じでもうすでにテンプレートがたくさん用意されているので、何か好きなテンプレートを選んで作っていきます。もうなんかテンプレートがあるものをね、書き換えて作っていくっていうのがすごく楽なので、テンプレート何か使うといいかなというところで、好きなものを選んでみたいと思います。というところで今回ですね、じゃあこういったテンプレートを選びます。で、今こんな感じで画像が入ってるんですけども、ここでね、画像を変えたい場合はプラスボタン左下あります。こちらから、こちらのですね、下の方をこういろいろ動かせるので、選んでいただきたいんですけど、写真入れたいんだったらここですね、ここに写真があるので写真を全て表示で、キャンバー内にある写真だったら、王冠マークがついているものに関しては有料版なので、無料プランの人は使えませんですが、無料の人は無料のところで何か探していただくという形になっております。という形で、ここに上検索窓があるので、ここにですね、何かテキストを入れて画像を探すことができます。パソコン、ちょっとパソコンと入力すると、パソコンのですね、いろんな使える画像が出てきます。だからこの辺からですね、好きな画像を選んでいただいて、で、今背景になっているところですね、今画像が入っているものがこう動かしてもらうと分かるんですけど、今ね、背景はね、なんか画像が入るような設定になっているので、動かすと一瞬で背景が変更することができます。で、ここの辺の色とかね、ちょっと分かりづらくなっちゃったので色を変える。で、下にここカラーがあるので、カラーを変えていきたいと思います。何色がいいかな、この辺ちょっと濃いめにしようかな、こんな感じで。こっちも同じ色がしたいので、ここカラーコードあるからね、このカラーコードをコピーしてあげて、こっちに同じように持ってきてあげると同じ色で出来上がります。で、ここあと文字が入っているので、文字を書き換えたりしたいんですけど、文字の上ね、外側にすると外側の色が出ちゃうので、文字の方の上、ここですね、で、文字のところが変わったら書き換えができるよ。テキストですね、テキストっていう感じです。で、この下もあるのでテキストと入れてあげると簡単にテンプレートが書き換えられて出来上がりという形になっております。あと、これに対して何か追加したい場合は左下プラスをしてあげて、ここですね、ここからテキストを追加、見出しとかすると、さらにテキストの追加ができます。テキスト、でもちょっと字が違うよねってなるから、じゃあ分かりやすいようにこれね、コピーすると、同じコピーができちゃって、これちょっとグループなんで、グループ解除して、外側いらないテキストだけ使うという形で増やしていくこともできるって感じですね。ちょっと動かしたりするのが、どこのね、落とせばいいのかなって分かりにくいんですけど、この十字の方のプラス、こっち側の、リサイクルマークみたいにぐるぐるしてる方は角度を変えれますという感じですね。なんか簡単にこんなザラザラと使い方をお伝えさせていただいたんですけども、これで完成だよってなったら、右上ここプラス押すとね、こんな感じで、どこに保存しますかって出てくるので、名前をつけて保存をしてあげれば、自分の携帯のところの画像ホルダーですかね、そこに入っていくので、そんな感じで使えるよっていう形になっております。で、今一つ
ページやったんだけど、こう横にスワイプしてあげると新しい空白ページとかできたりするので、まあやってみてください。特に難しいことはないかなと思うんですけども、こんな感じでキャンバー簡単に使えるよということで解説していきました。はい、では今回のお話がいいな、参考になったなと思いましたら、いいねボタンお願いいたします。今後もワードプレスの作り方、書き方配信しておりますので、チャンネル登録もお願いいたします。ということで以上です。最後までご視聴いただきありがとうございました。